皆さんこんにちは。第36回の日本の未来を考える勉強会を開催をいたします。冒頭呼びかけ人代表の、安藤博先生からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。皆さんもお忙しいところを集まりていただきましてありがとうございます。通常国会始まりまして今予算委員会の最中でございますけれども、我々はですねこの若手の立場で、これからの日本の未来どうやっていくべきか、そして我々がどのような政策提言をしていくべきか、まあ、そういう思いでですねこの勉強会を開催させていただいております。まあ、この通常国会に入りましてこの令和2年の勉強会としては初めての開催ということになりますけれども、やはりですね昨年消費税も増税になりました。そして一昨年はですね、新たな入管法の改正がありまして、外国人の受け入れを拡大をするということになっております。まあ、しかし政権取り戻してですね7年余りが経っても未だデフレ脱却できずにですね、そして実質賃金等は未だに低下をし続けているというのが現状でございます。まあ、今日はうちの地元からも地方議員の方来ていただいておりますけれども、やはり地方はですね、かなり悲惨な状態になっている。そして、この7年間でもですね東京一極集中は例えば7年前東京流入の人口はですね6万人台だったものがですね今もう倍13万人台になっています。まあ、東京一極集中はより加速をし地方の疲弊は進みというのが、まあ、この7年間の実態だったんであろうというふうに思います。やはり改めてですね、これまでの政策をしっかりと検証して、そして我々若手の立場で、政策提言できるような、まあ、そういう環境を改めて作っていきたいというふうに思っております。今日は政策コンサルタントの室伏健一先生にお越しいただきましたけれども、移民問題を考える視点、外国人労働者、外国人人材受け入れ拡大の何が問題なのかということについて、ご講演をいただきたいと思います。まあ、今人口減少社会でですね外国人の受け入れやむなしというような声が一部でありますけれども、しかし EU 等を見てもですねやはりこの外国人受け入れというものが国の統合というものに対して、どのような影響を与えるかているかということもですね我々は真摯にこれを見つめなきゃいけないというふうに思っておりますし、まあ、日本においてこの外国人受け入れというのは今までになかったことをやろうとしているわけですから、やはり外国の事例もですねしっかりと踏まえた上で、しっかり対応していかないと本当にこれ将来に大きな禍根を残すという可能性もあるわけですから、まあ、そういったことがないようにしていきたいというふうに思っております。それでは室伏先生よろしくお願いいたします。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。電気大丈夫ですか。後で消します。はい。それではですね移民問題、以前も一昨年いわゆる移民法が成立をした、成立をする、成立した後でしたっけ、前ぐらいですかね。こちらの方で移民法にかかる問題と、まあ、それをどういうふうに政策的に解決をしていくのかというふうなことに関しまして、お話をさせていただきました。で今回はですねちょっとそのもう少し移民問題というものそのものにフォーカスをした、お話をさせていただきたいと思います。まあ、これちょっと私自己紹介で、まあ、これちょっとお前何問題というふうに言われないようにするために作ったものですから、まあ、これちょっとしまして、で移民法の問題点ちょっとおさらいでざらっと触れておきますけども、要はこれ一言で言えばですねかなりの部分が、省令、政令以下に落とされていて、でしかもその問題を提起があったにもかかわらず、閉中審査ではガス抜きのような議論しかなされなかったということと、そこについてですね、まあ、知見がなくてもいろいろと研究なりですね勉強なりをすれば、分かりそうなものなんですが、そうしたことの議論も野党からなかったというふうなことですね。で実際出てきた、政令以下はどうだったかというと、まあ、これも細かい話は申し上げませんけども、はっきり言えば恣意的な拡大が可能なような非常に曖昧な基準しか設けていないというふうな状況でありまして、一応その枠組みは作って、法律の枠は作って具体的な中身は、政令以下に落とすのかなと思ったらですね政令も、まあ、基本的にはあまり変わらないというふうなことが言えるような今仕組みになってしまっているというふうなことでございます。
で、すみません、駆け足でどんどんいきますけど、じゃあそれを踏まえた上で移民問題に関する基本的な考え方なんですが、これも以前申し上げたところ何度も申し上げているんですけども、その、まあ、外国人材と書いてありますけども、移民がですね、大量に入ってくる、何十人ちょろちょろ入ってくるとかですね、いう話ではなくて、大量に入ってくるとき何が起こるんだろうか、もうこの2つであります。1つは今の場合、移民というふうなものというのはこれで単純労働の低賃金労働者を想定していてきますから、そうなると当然その労働市場が破壊をされて、いわゆるグローバルで起こっている底辺の競争ですね、つまり賃金を引き下げようというふうに動くような動きがですね、これ国内にまで持ち込まれることになってしまうということが1つありますと。でもう一つが地域コミュニティの破壊ですね。これは繰り返しになりますが、数十人単位、まあ、よくても100人単位ぐらいですね、100人でもいいかな、数十人単位で入ってくるのであればですね、まだインパクトというのは弱いんですが、後でも述べる通りですね、かなり大きな数でまとまって一度に入ってくるということになると、違うその外国の一つの地方公共団体なり、その一つの地域がごそっと入ってくるようなものですから、というふうな表現をすれば、まあ、おのずと想定はできると思うんですけれども、要は隣にいきなりこう全く生活習慣とかですね、言葉が違う人が入ってくるということになったときに、どういうふうなことが起こるかというと、当然圧力が起きてくるわけでありますし、彼らの当たり前で生活をしますから、それまであった地域の住環境、生活環境というのは破壊されるのは、これも当然、容易に想定をできるわけであります。こういった影響がある、まあ、それをトマス・エリオットは下に書いてありますけど、あるリージョナルコミュニティにある速度以上で急激に外国人が入ってくると、そのコミュニティは崩壊をすると。実際その崩壊、まあ、崩壊というよりほとんど乗っ取られるような状況がヨーロッパなんかで起きているわけでありますけども、まあ、そういった影響があるんだということをですね、これはまず一番こう基本的な移民問題の本質として頭に入れておいていただければというふうに思います。で、次なんですが、これもちょっとおさらい的なものなんですが、いかにそれがダメかということなんですけど、そもそも人手不足というふうなお話でやったんですけど、人手不足は、まあこの勉強会にご参加の方々は当然、まあ、お分かりの通りだと思いますけども、まあ、緊縮財政、というものが招いたものであるということですし、有効求人倍率が高いというのは労働の需給のミスマッチが起きているということであっていい話ではないですし、あとはそのコストの削減のためだけですね、これは先ほど申し上げた通りで低賃金の労働者ですから、それは先ほど申し上げたように、賃金の低下、圧力、まあ、逆に言えば情報硬直的な状況を作り出してしまうということです。で、あと加えて言えばですね、まあ、これがちょっとこの後の 本題になってくるところでありますけれども、人が例えば人口減少だ、人手不足だといって、人が何万人足りないから何万人入れようというふうな発想というのはですね、その人 の移民とか人とか人間といっても、それは別にまあ、この後でも詳しくお話しますけど、普遍的なものではなくてですね、いろんな属性を背負っているわけですから、それを無視したものですし、また移民に反対というふうに言うとですね、こう人権をこう擁護しようというふうな方々からですね、そんなことを言ってはいけないと言われるんですが、むしろ移民を移民と捉えるといいますか、まあ、人間と捉えるということは、まあ、要はその人 の、まあ、人権を無視するに等しい話でありまして、でしかもその何万人足りないから何万人持ってこいというのは、要は部品を交換するような発想なんですね。それこそ人権を無視する発想に他ならないということであります。まあ、人口減少問題と関係ない、これはちょっとまあ別のところで、私テレビ番組なんかで、まあ、コーポレートガバナンス改革というものが貧困化とそれから人口減少を招いているという話をしましたが、ちょっとそれは今回 の本題ではないので詳しく申し上げませんが、そういうことがあると。それでですね、ちょっとその真ん中にその移民受け入れの前にやるべきことがあると、まあ、昔あった政党のスローガンみたいなことが書いてありますが、ですね、これですね、なぜこれを書いたかというとですね、要はその日本国内で、無業者というのはかなりいます。以前こちらの勉強会で藤田先生なんかいろんなその貧困の問題のとか、あとは引きこもりの問題なんかを、お話があったと思うんですけども、そういう方々ですね、これ、これちょっと古いデータでありますけど、71万人これだけいるんですね。ちょっと年齢層をどこで取るかということもあるんですけれども、この15から39で平成29年71万人います。で、加えてこれちょっとまた別の取り方ですね、その氷河期世代の中心となるこの年で考えると、非労働人口が219万で、うち無業者40万人なんですね。今回といいますか、この移民法で、受け入れを目指している人数は、34万人でありますから、
こういった無業者の日本人の方々というものをこの7年間でしっかりと就業できるように、普通に仕事ができるようにやっていればですね、移民受け入れなんか必要はなかったということなんですね。まあ、ただ、さあさりながらもうちょっとそうなってしまっている状況でありますから、であれば何すべきかといえば、まさにこういった日本で眠っている労働力を生かすということが本来は必要なんですが、そういったことはなおざりにされてしまってきていると。まあ、ですから、繰り返しますけど、移民受け入れの前にやるべきことがあるというふうな話であります。で、移民を受け入れた場合の話なんですが、これ先ほどちょろちょろっと話を申し上げたんですが、ところが今回の移民受け入れにあたっては、これも以前申し上げました、これもおさらいなんですけども、日本人とか日本社会への影響を防止しましょうとか、緩和しましょうといったことは、これは全く考えられていないんですね。で、これは一番最後の方でちょっと政策提言的なお話をするときにも申し上げますけども、必ずその先ほど申し上げたように、丸々人外、中国人外だとかベトナム人外とか、丸々人外、今回その移民で多いというふうなこと、方々 その国の名前をここにこの丸々のところに入れていただければ、簡単に想像できると思うんですが、そういったものができて、それが なんとか外ですから、これかなり大きくなりますから、これはもう当然地域の分断につながって、いってしまうわけです。で、別にただそうは言っても、彼らはその日本に悪いことをしに来るわけでもなければ、犯罪集団が来るわけでもないんですね。ところがそれはもう生活習慣が違うとか、そういったことから当然トラブルが起こらざるを得ない、トラブルというのはこれ避けられない状況なんだということなんですね。あとは先ほどその低賃金の労働者を日本に受け入れて、それでというふうなことでしたから、そういうふうなことになります。もうこれは技能実習生の段階でもすでに出ていることでありますけれども、生活苦に陥ってですね、もうやむにやまれず犯罪に走ってしまうということも実際に起きているわけであります。で、そうなると別に何も犯罪も起きなかったところに、犯罪者を犯罪者でなかった方々を受け入れて、その人たちをまるで犯罪者として育てて、日本社会で犯罪をやってくださいと言っているのと同じようなことになってしまいますから、そういった影響ということも当然出てくるわけであります。で、先ほどちょっと申し上げた人間云々の話です。で、移民問題を語るとき、これはこれ右も左もなく結構こういうことを言う方々は多いんですけども、普遍主義的にですね、その人間だとかなんとかって言うんですけども、人間ってあくまでもこれ概念上のもので、観念的なものですから、もうよく考えていただくと分かるんですけど、日本人とか内人といって、いや、そんな人間だから一緒だというふうなことで人権の話でするんですけども、結局下の2の下のですね、青の四角の中に書いてあるように、いろんな社会的な要素というのを背負った人間です。それが強かったり弱かったり、その度合いが違ったり、さまざまなものを背負ってますから、やっぱり そういう存在だというふうに考えなければいけなくて、ということになれば当然日本国内でも出身地域だとか宗教とかですね、その生活パターンによって全くこう違う生活になってしまうので、例えば大きな集合住宅であれば、そういうふうな日本国内であっても社会的要素といいますか、背景が違う方々が同じ集合住宅にすれば当然トラブルが起きてくるというふうなことが、ただそれが同じ日本人であるということで、比較的その解決がしやすいというか、しやすかったかもしれません、時の場合はしませんけども、しやすい、環境にあるわけですけども、これが全く違う国からの出身者であれば、それはなかなか難しくなるというふうなことです。で、すみません、つまんない話ですが、人間だものってよく言いますけど、人間だものって同じ日本人だものというふうに言えばしっくりくると思うんですけども、これ人間だものといっても、その全く違うその社会的要素を背負った方々と人間だものって本当に言えるんですかというふうに考えると、これは言えないですよねというふうなことであります。で、ちょっと〇〇人外の話に今度移りますと、で、大体そのこれまでですね、これまでもその外国人労働者というか形で、もう数十年前から入ってきてはいてですね、特に日本ですと有名なのがその群馬とか、あと静岡の浜松なんかの日系ブラジル人ですね。
という方で、私は実際に大泉の方には何度か足を運び、コミュニティに入って彼らといろいろと話を聞いてきたんでありますけれども、完全にその大泉町というふうな町ということで、人口規模は大体皆さん想定できる範囲だと思うんですが、そういうちっちゃな町の中でそのブラジル人街と日本人というふうな日本人が住んでいる地域って、これ完全に分断をされてしまってますし、またコミュニケーション取れてない、全くと言えるかどうかは、そのブラジル人街の中にもいろんなコミュニティがあって、比較的日本人に近づいて日本語をやって、ビジネスで成功しようという、実際シェロスカさん屋さんをやって、大宮なんかにも進出して成功している方にもお会いしましたけど、そういう人もごく少数はいるんですけど、基本的には分断をされている世界、いうこと。それから以前私もこれも行きましたけども、埼玉川口の芝園山地に関しても、これはまた要素がですね、中国人であっても比較的高学歴で高収入、日本で言えばいわゆる 中の上ぐらいの方々が住まわれているところですから、話せば分かる。ただやっぱり中国が中心なので、そこでもトラブルが起きている。ただその話せば分かる状況なので、比較的まだいいんだけども、その周りにもいろんな人が集まってくるので、やっぱり日本人がだんだんだん少なくなっているというふうな状況。イチョウ団地の場合は、これはもともとはインドシナ難民ですね、インドシナ難民を受け入れるためにやったんですが、結局そこに人がどんどん集まってきてしまってまして、ここは一つの国籍だけではなくていろんなことが集まっているようで、インターネットなんかですと、ここに行くといろんな料理が食べられるみたいな能天気なことが書いてあるんですが、皆さんやっぱりそれぞれの国で生活パターンが違いますから、団地の中でのそういった違いというのもありますし、それからその周りの比較的ちょっと駅から離れているところなので、そんな日本人とのトラブルは私の知る限りないように見えますけども、当然起こりうる環境にあるんだということです。で、ここ 2番、ちょっとこれは重要なんですけども、結局丸々人としてやってきたので、やっぱり自分が慣れ親しんだ環境、慣れ親しんだその生活を、日本に来ても同じにしようと。でしかも自分一人だと孤独だから、寂しいから、ちょっと不安だからといって、やっぱり同じ国籍、同じようなバックグラウンドを持つ方々と肩寄せ合って生きると、これは日本人が仮に海外に同じような環境で行ったとしても、同じことだと思うんですけども、これ普通のことなんですね。だから私これ悪いと言ってるわけじゃないです、これ自体がですね。ただこれができてしまうことで、日本に関して日本社会に対して影響が出るんですよというふうなこと、それが悪い結果を生みうるんだということを話をしてるわけです。でしかもそれがですね、例えばその弁護士とか金融とかですね、コンサルタントも比較的その高収入だったりとか高学歴の方々というのは、言葉もあれですし、いろんな知識を持ってますから、丸々人街という方で集中するよりも、要はその国の中 その例えば大都市の中で、東京、そういう方々は東京どこ住むんだろうっていうと、港区に住みたいとかですね、千代田区に住もうとか、いいところに住むようになったりとか、あとはその東京 の東側の方がですね、古い町並みが残ってるから面白いと言って、普通に片言でも日本語をちゃんと学んできて住むと、そういう方はいるんですけども、そうじゃない低賃金だとか単純労働者の方っていうのは、こういうふうに集中をして丸々人街を形成する、傾向があるようだということが言えるんだと思うんですね。でこれもすみません、ちょっと後で申し上げることを先に言っちゃう形になるんですけど、これが移民を語るときによく騙される話でありまして、いや移民は経済成長にすごいいいんだとか、移民だってみんなと一緒に生活できるというんですけど、そういう方々が言う移民というのは高学歴だったりとか高収入の方々で、普通にはその東京では港区とかですね、千代田区とか渋谷区とか、そういうところに普通に暮らせる方々であります。しかし問題なのはそうではない方々ですね。要はこの中で言えばイチョウ団地とか、あとはその大泉なんかに単純労働者として来られている方なんだと。ここはちょっとですね、レトリックとしては騙されやすいところなんですが、でよく移民法とか移民受け入れ賛成の方々は、今のその実際そこにグローバルビレッジャーズというふうなことが書いてありますけど、これは特にその世界を、要はその高収入で自分の能力があるので、世界中飛び回っていろんなところで生活できる方というふうに言ってしまっていいと思うんです、そういう方々なんですが、そういう方々を想定していると、要するに話のコンテクストは全く違うんだということをちょっとここで申し上げておきたいと思います。で上に書いてあるとですね、移民って丸々人として来ているので、丸々人が形成すると申し上げたんですが、そもそも彼らは日本人になるつもりで来ているわけではないんですね。
あくまでもその出身国にいて、まあ仕事をしてもいいんだけども、日本に行くともっと稼げるし、日本で経験を積んでくると、なんか日本に自分の国に帰ってきたときにもっとビジネスチャンスが生まれるんじゃないかと、そういうふうなことで、まあ言ってみればお金を稼ぐために来ているわけですね。まあ、ですから、で特にその単純労働者の方々っていうのは、まあ、あの地元に仕事がなくて出稼ぎで日本に、まあ、出稼ぎですね、要するに来てるわけですから、まあ、日本語が上達しないか果たせない、まあ、要するに話す気がないし、あんまり必要ないのでやらないと。でそこでまあその滞在期間が長くなってですね、まあ、子供が生まれましたといったときに、日本で生まれて、まあ、日本で普通に生活するので、もともとの言語っていうのは家庭の中ではそのご両親の言葉ですけども、外に出れば日本語ですから、日本語はその親なんかに比べてずっとこうあの日常会話なんか流暢に話すんですけども、結局家に帰れば生活様式はそのご両親の生まれた国のままでありますから、そうなるといくら日本語が話せたとしても結局生活パターンが変わらないですし、まあ、そっちの方が心地よくなってしまいますから、結局そのあの移民が移民であるから言っていますか、同化をしない限り、何も変わらないんですね。ですから日本語話してるから大丈夫だというふうに思うかと思うと、こういったその方々に関して言えるのはあんまりこうあの、まあ、もちろん中にはね、そうじゃない方もいらっしゃると思いますし、まあ、先ほどその〇〇人会として挙げた、川口の島の団地に住んでる中国人なんかは、まあ、お金持ってますし、まあ、自分たち自身がその、まあ、あのどちらかといえばグローバルビレージャーみたいな方ですから、あのそういう方々っていうのは子どもの教育のためにあの川口だといい教育がないといってですね、都心に、マンションとか住宅を買って引っ越してしまうというような方もいますから、あのそういう方々、まあ、そういう特殊な方々はいることはいるんですけど、基本的にやっぱりこういうふうになってくると丸々人外はなくならないし、あとはその周りの日本人と の, その、まあ、あの 没交渉といいますか、没交渉とあとその、まあ、疑心暗鬼とまでは言いませんけど、違いが明らかな中での生活というのは何も変わらない状況になってしまうんだというふうなことであります。これがまあその移民問題の本質ですね。すいません、ちょっと順不動になってしまいましたけど、で、最近じゃあそういうふうなあのことを前提にした上でどんなことが起きたんだろうかというのが次であります。でこれ本当に直近のニュースで読売新聞なんかに載ったんですけど、今その日本でその移民法に基づいて特定技能で入ろうとすると日本語の試験というのがあるんですね。で日本語の試験がこれ あるんですけども、その日本語の試験になかなか受からないということで、この合格証を偽造する、まあ、ベトナム人がいたというふうな話です。まあ、文書偽造の罪ですね、明らかに。まあ、このニュースは、まあ、要するに それぐらいその日本で働きたい人たちがいて偽造してまで入ってこようとするんだと。まあ、じゃあそこはあの金儲けの種になるんだというので、まあ、偽造をやっている人がいるんだというふうな、そういうの事件も起きている。要するに資格が何に入ってきちゃう人がいうるっていうことですね。でしかもなんかどうもこれあの確認がこう やりにくい、 なんで確認がしにくいのかよくわからないんですが、偽造した合格証でもこれが本物なのかどうかって確認しにくいらしいんですね、これニュースによると。ちょっと私もこれにわかに信じがたいんですけども、ただその一方でベトナム、先ほど技能実習生の話で、劣悪な労働環境で、まあやむにやまれず逃げて犯罪を走る人がもう出ているというお話をしたんですが、そういうふうなことから例えばベトナム人なんかだともう日本に行っても酷使されて賃金が安いというふうな話がですね、もう、まあ、なんとか命からがらとは言いませんけど、まあ、国に帰ってですねそういう話になっているので、日本行ってもしょうがないよねというふうなことがもうバレてきているというような話も一部の報道では出ております。まあ、要するに結局先ほど本質の問題の本質のところで申し上げました通りですね、結局その日本の低賃金労働者を足りないし働いてくれないから、じゃあじゃあ別の外国の低賃金労働者で置き換えようと、もっと極端な言い方すれば貧困層を置き換えるというふうな発想でやっているというふうなことです。まあ、これが何がいいんだっていいわけがないだろうなというふうなことです。で、こんな状況ではあるんですけども、最近の時の次です。これずっとですね、外国人材を受け入れるための強制のための、総合的対応策というのをその下 の, 閣僚関係閣僚会議で、議論をしています。おととしの8月9月ぐらいからかな、始まったものです。でその中で対応策があるんですが、これ前回ここで私お話をした時もそうなんですけども、もうあとそれから先ほど申し上げた通り、まあ、全くその日本人に対する影響とかですねいうことを書いてなくて、まあ、はっきり言えばその外国人様のために、あなた方我慢しなさいよぐらいの中身ばっかりであります。それがどんどん増えてます。
で例えばそのこれちょっと中身はまだ分からないんですが、あので法務省だけでその予算、来年度予算、あの令和2年度ですね、31億円以上ありまして、主なものとして外国人共生センターを作るというふうな話なんですね。あとこれ、まあ、独万中と書いてあるんですけど、これ一回作ったらあの整備をする、まあ、あの外国人受ける環境のためのなんかこう相談センターみたいなのを作るということなんですけども、それをまあ、作るはいいんですけど、そうするとそこから先 の、 あの運営費とか、あとはそこで人を確保しましょうとか、何語にしましょう云々というのは、そこから先はもう自前のお金になっちゃいますが、ですからこれ、まあ、独万中だと私申し上げてるんですけども、あのそういったものにやりましょうというふうなことをやってるんですね。でさらに官房長官は何を勘違いされたのか、外国人が国を選ぶ時代ですと。で外国人にあの要はあの選んでもらえるような状況にやりましょうというふうな、何を本末転倒なことをおっしゃるんですかと。あのいやむしろその先ほど申し上げたのは極端なですね、その低賃金の労働者の置き換えだったら、こちらから選ぶという発想をしてもですね、まあ、それいいかどうか別として、あのぐらいありうる話だと思うんですが、ところが選んでもらいましょうということで、結局だから そもそもじゃあこ の、 あの外国人材を受け入れる、つまりその移民をね、あの単純あの低賃金労働者、単純労働者として受け入れるという政策は何のためにやってるのかというのは、結局もうこの段階でよくわからない状況になっているわけであります。でさらにこれも報道ベースの話、報道の話をベースにしておりますけども、外国人従業員の配慮が足りない、特に言語英語が足りないんだというふうな話を告発をしたりとかですね、いや、まあ、そもそもその自分で来てるんだから、あの強引いては強引したがいで、先ほどその日本語の資格をですね、偽造してまで取りたいというふうなことを思った人、まあ、もちろんね、真面目に生きてる人たちってちゃんと日本語を勉強してきてると思う、そういう人がいる一方でですね、その人たちの言語をに配慮しろとかですね、しかもその外国人従業員イコール英語っていう、もうこれ本当に意味不明ですね。まあ、はっきり書きました、台米従属根性は染みついてるんじゃないかというふうに私は思ってるんで、まあ、はっきり書きましたけども、まあ、そんなあの状況まで出てきてしまっているわけです。でさらにあのこれもちょっとあの記事ベースで見た話でありますけれども、経済産業省がダイバーシティ経営というものを言っています。ところがこれ一応その、まあ、当然女性の活躍というふうなことで、まあ、そこに関しても賛否両論はあると思うんですが、まあ、そこのところは置いとくとしてもですね、そこからさらにその職種をですね、移民の話まで設けて、いろんな移民が働く環境を持ってダイバーシティ多様性な経営というふうに言おうと画策しているというふうな、論評まであったりするわけであります。でまあ、そんなことがあってですね、まあ、あの本当であればハードルを高くしてですね、厳密に管理をしなきゃいけないんですが、まあ、実態としてはそうなってなくて、彼らに配慮しましょうというふうな状況になっているというのが今の申し上げたところなんですが、昨年のですね、から、まあ、あの受け入れが始まって、日本語試験それからいろんな試験があるんですが、これちょっと私 の、 あの施設校の方で、これ配っていただいてるんでしたっけ。あ、そうですね、配ってお手元にある記事なんですけども、あのこれも実際私あのこれ飲食関係のところで調べたんですけども、はっきり言ってます、あの非常にあのお粗末な状況で、ほとんどもうあの受け入れありきであのやっている状況です。あの先ほどね、その日本語試験の合格証っていうものを、まあ、偽造して、まあ、偽造する輩がいるというふうなことを申し上げたんですが、あのまあ、日本人だからってことあるかもしれないんですが、あのこの日本語試験をやっているところとか、あと実際にこ の、 あの資格試験をやっているですね、あのところのサイトなんかをあのずっと見あの見ていろんな資料を読んだんですよ。はっきり言ってその日本語試験に関しても、日本に観光で来る方々が使うような片言のところの中身しかない試験だったりとか、試験用のテキストがあのこの段階ベトナム人が中心だったので、ベトナム語でしっかりと作られているんですね。でそれを無料でダウンロードできると。いやそれで資格試験であの合格もあの不合格もないだろうというふうなですね、ほとんど一応儀式的にやっている試験なんじゃないかというふうに見えたので、ちょっとそういうふうな話をあの書いたところであります。だおそらく他のところでもそうなっているのか、でもそれにもかかわらず偽造までしないと受かったことにならないというのは、ちょっとなんかこうあのそんな方々でも入れていいんですかというふうな、まあ、根本的なやっぱりその制度上の問題というのはあの感じてしまうところではあります。でその移民を受け入れるにあたって、まあ、いろんなこう話が出ました。まあ、移民の受け入れというのは経済成長につながるという話ですとか、まあ、経済活性化するんだというふうな論調があったと思います。かなりそういった話があの移民法 の、 その審議入りの段階ですとか、それまでの議論ですとか、あとはその審議をしている時 の、 その、 あの、まあ、議論の中でも相当出てきたと思うんですけど、実態どうなのかというのをちょっとここでお話を申し上げます。でこれがもうこれです。もうあの
すべて嘘、勘違い、間違いと書いてある通りでありまして、まあ、全部はっきり言えば嘘ですね。これ移民が増えれば経済成長につながるって、これははっきり言えば論拠ないですね。これは下の移民は経済成長に寄与する高い能力を持っている、これは嘘だというのと同じなんですけども、結局それは先ほど申し上げた移民といったときに何を指して言っているのかと。これが確かにその弁護士だとかその金融業とかコンサルタントとか、いわゆるその高学歴高収入の方、非常に少数の方々っていうのは何がしか寄与するかもしれません。まあ、ただ金融業者の方がまあそこまでやるのかどうかっていうのはまあ非常に疑問符が作るところでありますけど、まあ、少なくとも経済の数字作りには寄与するということはあり得ると思うんですけども、今回の方々って単純労働者ですから、そういった方々が経済成長につながるかっていうふうなことを言うと、低賃金労働者です。ですから給与を安く済むので、企業の経常利益が増えるかもしれない。でその浮いた部分で、株主に配当を増やすことができるかもしれません。でもそれは経済成長なんでしょうかというと、経済成長ではありませんから、これはですね、先ほどちょっとヨーロッパの移民関係の、まあ、どちらかというと移民受け入れ賛成の方々がほとんどのサイトがありまして、いろんな専門家の方がずっととうとうと説明をしているサイトがあって、ちょっとずっと私さっき見てたんですけども、この話に関してはヨーロッパってなんかずるい説明をしますね。負の面もあればプラスの面もあると。で最終的に、イコールになると、少なくともフランスの場合イコールになるってよくわからない説明をしててですね、結局だから絶対つながるっていうような説明をするところってあんまりはっきり言えないのでないんですよね。ところが日本の場合はそういうような言い方をしますし、先ほど申し上げたグローバルビレッジャーと言われるような方々っていうのは移民の定義っていうのを自分たちと同種の人に限定した上でなるんだというふうなことを言ってるんですね。でも実態としてはそうじゃないんですよねと。まあ、だからこそ、その、この後でも申し上げますが、フランスの、ですとか、ドイツなんかもお手上げになってしまっているということであります。まあ、これが2つ、両方とも嘘ですということですね。で、移民が増えれば多様性が高まり、イノベーションが変わる。まあ、これもですから、経済成長につながるものではない、高い能力を持っているわけでもないということであれば、別にイノベーションが起こるわけがないわけです。で、イノベーションが起きる理由は何かって、やっぱり長期雇用で、その人の能力を引き伸ばして、なおかつその人の能力っていうのがどこにあるのか分かっていて、でその人をいろいろ使ってみたときに、やっぱここがいいよね、じゃあこのところに集中的にやってもらおうってことが言えるということと、あとは企業の中に、そこにこう花が咲くのは花が咲いて実をつけるのは10年後かもしれないけども、20年後かもしれないけども、そこに投資しようというふうなリソースがあって、その決断ができることですから、それはもうもう今言っただけでも全く移民と違うところの議論だということをお分かりいただけると思うんですが、まあ、そうですね、だから移民と全く関係ないところですし、単純に考えても、その建設現場とかクリーニングとか、あとはその介護とか、そういうところに働きに来る移民が入ってきてですね、何のイノベーションなんでしょうかと単純に考えてみてくださいよというふうなことしか申し上げようがないわけであります。あとちょっとこれ違うカテゴリーのものとして、日本は閉鎖的だから移民を受け入れれば開放的に変化するはず、まあ、これも意味不明な勘違いであります。何がこう閉鎖的で何が開放的なのかということですね。コミュニティってものはやっぱり自分たちを守ろうとする機能ってことがありますから、当然閉鎖的で当たり前なんですよね。でもそこに同化をして入ってこようとか、そこを理解して入ってこう、まあ、合に入れては合に従えということを先ほど申し上げましたけども、そういうふうなことであれば、まあ、当然入ってくることができるわけですけども、それで移民を受け入れて移民がどんどん増えたらどうなるかといったら、これ開放的じゃないと破壊的というか破壊されてしまいますよね。コミュニティ分断されるわけですから、まあ、それをもって開放とするのはそうかもしれませんけど、そんな開放は誰も望んでないわけでありまして、まあ、そういう変なことを言うのはやめてくださいというふうなことであります。あと移民の力を借りなければ社会が回らなくなる。これね、これも平気でこういうことを言ったりとか、あるまあその中小企業 の経営者の方々が集まるところに私行きまして、もうそういうことを力説してるんですね。いや別に移民の力を借りなくても社会回ってるじゃない今現状でと。で人が足りなかったらどうすればいいの、ちゃんと人を教育をして今潜在している人たちを自分のところでうまく育てて長期的に雇用してやっていけばいいじゃないとかですね、社会が回らないって何を言ってるんだろうかってことですね。
結局だから自分のところでちょっと人手が足りないから移民と借りてきて、工場が操業が停止しなくて、まあ、停止することはないと思うんですけども、生産力増強に追いつけた、多分その程度の話だと思うんですけど、そういった話を社会っていうところに、こう、まあ、なんて言いますかね、こう無理やり引き伸ばして、自分のやってることを正当化しようとしているのかちょっとどうか分かりませんけど議論してしまうという、これも大きな勘違いであります。あくまでもそれは自分のところの創業の問題ですし、創業のところが回らなければ人はどうするかといえば、例えば賃金上げられるようにするとかですね、で賃金上げられないんだったらその原因は何だろう、まあそれはコーポレートガバナンス改革が悪いんだとかですね、国はお金使わないから悪いんだといえばそちらに持っていけばいいんですけども、なぜかですねそちらに行かずに違う方向に行って自分たちのことを正当化といいますか、それっぽく見せるために社会がというふうな言葉を使っている、多分勘違いであります。あと、まあこれもう先ほど申し上げました日本人の人口が減少しているから移民動員はもうこの完全間違いですね。あくまでも日本人でない方々を要するに人という概念でもってとりあえず部品のように入れれば大丈夫だという発想ですが、これは本当とんでもない話でありまして、その人たちの人権もないもしている、要はその自分たちが日本人になるつもりで来ているわけでも何もかかわらず、その人たちをその人口足りないから補うということですから、まあこれもとんでもない話です。まあはっきり間違いね、あとそれから在留外国人との交流の機会を増やせば移民に対する抵抗感もなくなるというふうな、これは先ほど触れましたその総合対応策なんかにも書いてあるところであるんですけど、これはもう勘違いであります。もうこれは私が実際見てきた事例でも皆さんちょっと想定していただければ分かると思うんですけども、比較的その少数人数で、なおかつ高学歴高収入で日本のことも理解をしていて、普通に日本語も完璧ではないにしても話すことはできるというふうな方々であれば多分これは大丈夫なんでしょうね。でもそういうのやってるのどこですかって言ったら、まあ、やれ港区だ渋谷区だ目黒区だ世田谷区だ、まあ都心の一部の方々ですよね。でまあなんとかなってるところといえば私が実際見てまいりましたその川口の柴田団地、でもそこも高学歴である程度の収入があって話せば分かる方々ですから、そういうことじゃあ他はどうなんだろうかといったら、先ほど申し上げたその群馬の大泉でもこれ没交渉の状況でありまして、結局その日系ブラジル人がいることを観光に使ってなんか活性化をしようと考えた商工会もやったんですけど、話が全然通じなくて、東京でそのなんかそのサンバのなんかちょっとちっちゃいお祭りやった時に、たまたまそれは僕日系ブラジル人で日本語普通に喋れるやつを見に行ったんですけど、言ってたのはいやあれブラジル人じゃないと、あれペルー人だったんですよね。日本人から見ると分かんないんですけど、いやそういうふうなことをやって、要するにこれは何を意味するかっていうと、確かにそこペルー人もいまして、私ペルー人の店なんかにも足を運んだんですけど、もうね、要は全くその向こうのコミュニティと交渉というかつながりができていないので、で交流もだから しようがないし、交流しようと思っても出てこないし、交流しても結局なおさら違いが出てきてしまうし、であと一回その彼らをこう一回なんかでお祭りやったらしいんですけど、まあ、ちょっとここはあんまりこう言えないような惨憺たる状況になって、もう二度とやできないと言ってやめてしまったという、これどっかの、ね、記事にも出てましたけど、これ私実際にそのやられた方からお話を伺ってるんですけども、ですからもう結局これも、まあ、勘違いということであります。で今ちょっとコーポレートガバナンス改革の話をしたんですけど、結局そのなんでねじゃあその受け入れ拡大って話になったかというと、もうこれはもうそのコーポレートガバナンス改革による短期主義資本株主資本主義の導入によって、まあ、イノベーションそれから経済の成長もそうなんですけども、低賃金化とか雇用の不安定化で、まあ、貧困化少子化でも人口が増えない、それからあとはその、まあ、緊縮財政というところもありますけども、お金をその要はその労働者に対してお金を払わないになってますよね。株主の方に配当を回すというふうな発想になってますから、ということ、まあ、下にその労働経済白書の話で書いてありますけれども、そういうことになると結局きついからもういいやそこで働きたくないということになると、そういう現場は人来ないわけですね。例えば介護なんかもそうだと思いますけれども、まあ、ちょっと介護はねそのまたちょっと別カテゴリーかもしれませんけれども、そんな状況でありまして、結局だからこれやめれば少子化の解決にも道筋をつけることができるし、賃金があるので普通にちょっと、まあ、きついけどこんだけもらえるんだって頑張ろうと、これちょっと違う例でありますけど、これ実際にその方から私直接聞いたんですけど、スウェーデン
からあのパリに旅行に来てたあの青年とたまたま、まあ、ずいぶん昔なんですが会ったんですけど、あのユースの同じ部屋で話しておしてた時に、何やってんの、まあ、僕は学生だ学生と言って、向こうはそのあのスウェーデンあの森林で木材の輸出がすごいところですから、あの自分はまあそういうあの木材関係の仕事をしてる。木材関係の仕事って言いますと、やっぱりこう日本人からすると、まあ、きつい仕事で、まあ、なかなかこうなり手がないって思ったんですけど、話をしてると、いや、なんでやってんのって言ったら、いや、それはもうあのすごい給料いいんだよって言うんですよね。だから結局だから給料良ければ、もちろんね、ちょっとそれでもなかなか来ないところもあるようでありますけれども、給料良ければ人来るんですよね。まあ、それでその稼いで遊んで、稼いで遊んでができる。だからまあパリなんかにもふらっと旅行に来られるというですね。だからそういう循環に戻していけば、あの別にもうあの本来いらないはずなんですけど、なんで、これを進めてしまったんでしょうねというふうな疑問が浮かべて、まあ、そういう中で、まあ、いろいろお考えになりました。この勉強会の方ではですね、あのこういった提言をしていただいているわけでありますけど、ぜひともやっぱりこれからはですね、やっぱりこのいろんな、まあ、貧困、少子化、それから移民を受け入れてしまうその、まあ、原因になったそのいわゆるコーポレートガバナンス改革というものですね、こういったものに対してやっぱりメスを入れていっていただきたいなというふうに思います。すいません、ちょっと移民の方からちょっと外れてしまいましたけど、であのまだでも日本ってその増えました、確かに増えましたし、街を歩いているとあのそういう方々多いのは確かにその通りではあるんですけども、まだヨーロッパから比べるとマシな状況であります。でそのヨーロッパの方はそのもうあの後戻りができなくなってしまっている状況なんです。ですからちょっとこれを見ていただいて、日本はこんなことはしないようにしてくださいね、ちょっとそういう話をさせていただきたいと、思います。でちょっとこれから先すみません、文字が多いんですけども、まあ、欧州の歴史は確かに移民の歴史といっているような面もあります。 で欧州の中の限られた地域間の話だったりとかあるんですけども、でフランスに、移民のですね、博物館ってパリにありまして、ちょっと私そこに昨年行ってきまして、いろいろずっと展示とか見たりとか、そこの方々がちょっと話を聞いてまいりました。で、結局今フランス、まあ、ヨーロッパもそうなんですけど、やってるのは高度の能力をいや技術を持った人が移民だというイメージ作りをして、であとはそのフランスってもともと移民が多い国で最初の移民国家だというふうなことを言おうとしているんです。で確かに移民多いんですけども、最初の移民国家って本当の移民国家という意味で言えばアメリカでありますから、なんでそんなことを書くんだろうなというふうなあのことなんですね。でちなみにここの博物館で最初 あのフランスへの移民、まあ、もちろんいろんな移民があるんですが、あのそれも以前から来てるんですけども、移民の代表格みたいなものとしてですね、ショパンを挙げたりとかですね、なるほど、あとはそのスペインから来た靴職人がこんなことやりましたとか、芸術家とかですね、そうしてあげるんですよね。まあ、あのバブル・ピカソは実際にパリにやってきて、まあ、フランスへの機会は認められなかったんですが、そういう人も挙げたりとかというふうなことで、そういうふうなもので移民は日本あの、まあ、あのフランスにとってすごいいい効果をもたらしてるんだよというふうな、まあ、ある種のフィクションを、まあ、作ってるというか、私全体を見ると作らざるを得ないという話だと思うんです、やってるわけです。であのただ一方でやっぱりその大恐慌の時にそのやっぱり経済おかしくなるとですね、移民を今度こいつら移民あの移民は侵略に来てるんだというふうな、突然テンフェラーカウシのことを言って排斥運動を起こしたりとかですね、まあ、当然経済危機が起きるとそういうふうなことは起きていることはあるんですが、あのどん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 増えてきてしまうとどうなるかというと、まあ、移民側の反転攻勢、まあ、別にあの攻勢といってもあの武器を持って立ち上がったわけではないんですが、あのまずあの1983年にあの平等とレあの反レイシズムの行進というのをですね、あのパリマルセイからパリまでやったそうなんですが、初め32人だったんですが、それがあの10万人目で増え上がって、これでその政府の施策がちょっとすみません、僕あの法律の名前しか分からなかったので、これはちょっと あのあれなんですけども、変わったというのもありますし、でこれが要はその初め32人で32人で終わってればですね、まあ多分それで終わったんですけど、10万人まで膨れ上がるぐらい関心が高まって社会的運動になったので、まあそれを要は成功と捉えてですね、あの SOS ラシズムっていうですね団体を作って、これ今サイトもあるんですけども、であの要はその若者がですね、自由だとか平等だとかですね、まあ、そういうことがまあ大好きなあの人たちでありますし、まあ、特にフランスなんかはそういう動きをするのが好きです、デモが好きな方々ですよね。あのですからそういうことで支持も集めて、これコンサートを開催、コンサート開催って要するにあのロックコンサートってある意味その既存の秩序に対するこうあの反体制とかですね、あのそれを破るとか、まあ、そういうふうな
意味があって、まあ、いわゆるその単なるその反対運動の集会ではなくて、コンサートという形で自由平等を歌って、まあその人種差別とかそういったものに反対しようということをやる、まあ、そういうことをやるとなおさらそれがですね、自由平等が好きというだけではなくてかっこいいとかそういう話になって、どんどん運動は組織化をされ、規模が大きくなって、もう今やそのあらゆる差別に反対する運動になっていた、まあ、あらゆる差別に反対する運動になっていったというところから逆に考えていくと、結局これってですね、まあ、今だとそのいわゆるいろんなマイノリティというものを守ろうというふうな運動なんですけど、そういうそのいわゆる悪い意味でのリベラリズムの、まあ、運動であって、まあ、それが何て言いますかね、屈折した形で、進んでいってしまった、まあ、ですからこれがある意味そのあらゆる差別に対する反対というものがもう私見る限りなんかこう宗教の教義のようになってますから、なかなかこれは曲げられなくなってしまってるんだろうな。だからやっぱりこういろんなこうちょっと差別的な話だとかそういうことがあると、それに対してもうものすごく反発をするようになってしまって、それがだからもう国内の分断も生んでしまっているということです。あとはその96年ですけども、マリとかセネガル、まあ、アフリカはこれ旧フランス植民地でありますけども、からの不法移民ってやつ、不法移民がパリ18区のですね、北駅のサンベルナル教会、北駅ってもともと移民が多くて、これをずっとパリ の, シャルドゴール空港の方に登っていくとサントニという町があるんですが、もうそこが今ほとんどアフリカ系の移民ばっかりがいて、私が何かのこうニュースで見たところ、ま、毎日1人こう死んでるみたいな話で、誰か窓からその要はその銃撃戦を撮ってる動画をアップしてまして、まあ、本当にそんなことが起きてまして、昔はまだ私パリから市内に入るときその路線使ってたんですが、もう今はなんか聞くところによると油断してるとその荷物取られるというふうな話もあるぐらいでありまして、かなりちょっと状況は変わってきてしまう、まあ、そこをまだ、まあ、96年ですからそんなにこうそこまで行ってない時期にですね、まあ、教会を占拠して、まあ、占拠してその暴力的にというよりも要はその占拠して何ていうんですかね、こう座り込み、この辺でやってる座り込みとか多分そういうのと同じあれだと思いますが、占拠して、滞在の合法化を求める、これも変な話なんです、別に不法移民なのになぜ滞在合法化を求めるようになるんだと。言わしたんですけど、数が増えてきてしまって、でしかも若者たちがこういう運動で団体を組織してつき、でなおかつですね、滞在許可証のない移民労働者の労働の合法化をですね求める動きをですね、これフランスの労働総連盟だったかな、CGT っていうところがあるんですが、そこまでが後押しするような形になってですね、まあちょっともうここまで来てしまうとですね、先ほどちょっと宗教の教義のようなと申し上げたんですが、そんな形で本当に後戻りができなくなってしまっているというふうな状況であるんです。もうここまで行ったらもう本当に移民はダメなんだと、移民は帰れということも言わずに、もうまさにそうなってくるといかにその数を減らしながらなんとかこうやっていくか、でその中でドイツなんかはその同化をさせようということを考えたんですが、もう2015年の段階で、メルケル首相はもうお手上げだと言って諦めました。で直近でもですね、フランスのマクロン大統領も、人ももう要は一時に来た人間に対する無料の医療の提供とかがあるんですが、そのもう財政が、かなり逼迫をしているということで、もう誰でもねフランスに来れば、歓迎してもらえるなんてそれはもう無理だと言い始めてですね、去年の10月に、フランスの国会で、まあ、移民問題どうするんだということの討論が行われました。討論を行われたんですが、さすがにそのマクロン自体もグローバリストであり、まあ、過剰なリベラルの方ですから、なかなかそれでもうじゃあ移民規制しましょうと、要はそのいろんな職業とか、年に入ってくる人数をとかですね、いろんな話は彼は話をしていたんですけども、結局国民議会とそれが元老院で、議論するだけ議論して終わっちゃってですね、何も決めないただのガス抜きみたいになって、まあ、今後どうなるのかとちょっとよくわからないですけど、ただもうそのマクロンでさえも、まあ、もう半ばお手上げ状態になってしまっているというのは今状況ですね。まあ、ですからもう行くところまで行くとここまでひどくなるんだということであります。で要はこれから分かることは何でしょうかということで書いてるんですけども、まあ、フランス移民の国というレッテルを自ら貼って移民を増やしていった、まあ、増やしていって増えちゃったということですね。増えちゃった結果で、まあ、不法な連中まで権利を主張して、であとやっぱりもう自由平等とか、これもまあフランスの哲学みたいなところがありますから、そういったものに敏感に反応する若者が加わって、一気にまあ権利主張で、しかもフランス人がそれを、まあ、結局自分で自分の首絞めることになるんですけども、主張するようになっちゃったと。であとはその移民問題というところから人種差別の戦い、いや差別はしてないですよと、
差別をしてるんじゃなくて、あくまでも彼らが来た時に影響を考えて来ないでくださいとか、この連中は返しましょうねと言ってるのに、なのに人種差別だというふうな話になってしまって、まあ要はある意味口封じのようになってしまっていると。まあ、ですから実際その移民の入国制限なんかもやりにくくなっているようでありまして、もう今ちょっとたまたま飛行機の中でそのこういうことをですね見に行こうとすると不思議なもので、フランスの航空会社のエアフランスの機内の映画もですね移民関係の映画をやってまして、私ずっと移民関係の映画見てたんですが、結局やる映画もそのまあ不法できて返さなきゃいけないんだけども、そことそのまあ要はなんていうんですかね、そういった移民の相談に乗っているこう政府の役人との温かい交流をこう描くような映画とかですね、移民で入ってきて、まあ、パリの郊外に住んでるんですけども、そういう子がちょっとギャング、まあ、お金とか生活苦しいので、ギャングをやってるこう周りの兄さんたちからそそのかされて、まあ、悪い取引に手を出してしまうんだけども、ちゃんとこう勉強しようということに目覚めて一生懸命勉強して、中学からはその町から離れていい寄宿制の学校に行くことができましたからですね、そういうまあちょっとまあ、そういう話もなくはないんでしょうけども、そういった話を描いて、まあ、その移民問題から目をそらさせようというよりも、あんまりこう問題っても顕在化させないようにしているというか、移民もいいことあるんだよというふうなことを言うような、流れを作ってしまっているというですね、もうだからそうせざるを得ないんだと思うんですね、まあ、それが本当に中の分断をさらに加速化するというか明らかにしてしまうということですね。あとやっぱりその EU の加盟国であること、まあ、宣言協定、まあ、これ一応 EU 法の一部でありますけれども、これがあるので国境を閉じることができない、実際にいわゆるアラブの春と言われた、まあ、春というより単なるクーデターですけれども、そこで流れてきた人たちがイタリアにとにかく来ますと、でイタリアを流れてフランスに行こうとするんですが、フランスがそのイタリアとフランスの国境を閉じようとしたんですけど、イタリアからするとですね、そのイタリアにとの滞留されたらたまったものではないので、宣言協定を申し出してもしぶしぶ開けさせたというふうなこともありまして、結局だからもうこういった仕組みをその理想論として関連論として言うのはいいんだけども、その結果として自分たちで、手足を縛ってしまっている状況になっているのが今のヨーロッパであります。で結局ですから、まあ、繰り返しになりますが、移民が増えていけば必ず権利主張をし始めて、それに応する、まあ、何と言いますか、不思議な自国民も出てくるだけじゃなくって、それがどんどん尾ひれはひれがつくというよりも、いろんな形 でしかも一定方向じゃなくて、もういびつな形で拡大拡散をしてしまうので、もう本当に収拾がつかなくなってしまうということなんですね。でこの事例をですねちょっと違うもので、今度ヨーロッパで今ちょっとフランスの話が中心だったお話をしますと、で結局だから、まあ、ブレグジットを成功して、イギリスは EU から離脱をしました。日本だとなんかそんなことバカだと言ったんですけども、まあ、見事にやりきったというふうに、まあ、結局 EU が失敗したって話だと思うんですが、で、やっぱりこの時大きなイシューというのはやっぱり移民問題だったんですね。でもそれは先ほど申し上げたようなその排外主義でも人種差別運動でもなくて、そのブレグジットに賛成をした 方々も別にその要はそのグローバルというよりインターナショナルという意味でヨーロッパの域内に友達がいたり来たりとかですね、比較的まあその自分の住んでいる生まれ故郷はいるんだけども動いたりとかする方々ですから、別に人種差別をしようとしているわけでもないし、別にそれが嫌だと言っているわけでもない、別に排外主義が高まったわけでもないんですね。ただとにかくこの問題というものがやっぱりイギリスの経済をおかしくし社会をおかしくしていったということで、まあブレグジットに至ったんだと。これなかなかやっぱりその移民問題ってちょろっと話をする人はいるんですけど、なかなかブレグジットの話をするときにこれを前面に出して話をする人はあまりいないんですけども、まあ、イギリス人からすればそういう話なんだということであります、まあ、イギリス人からそういうことだということですから、ね、実際そうなんですけども、あとはそのヨーロッパそれ以外の国で起きているポピュリズムです、まあ、これポピュリズムというよりもポピュラリズム、要はその人気主義というふうに言った方がいいと思うんですが、ただじゃあなんで人気を集めるんだろうというふうなことなんですが、というふうに言うと、これは国民主義運動、国民主権回復運動なんですね。要するにブリュッセルに、まあ、ほぼ主権を奪われているような状況で、ブリュッセル その、まあ、グローバリストたちに決められているので、それに対する反対運動として起こるんですよと。でその核心にあるのはもちろん反グローバルもあるんですけど、やっぱり反移民のということがあるんですね、やっぱりこれは。でこれはですからそのドイツのための選択であるとか、あとはその、フランスで国民戦線から改めた、国民連合ですね、ああいったところもそういう話をしてますし、
タンガリーもそうだ、まあ、あの辺もごめんなさい、ちょっと政党面が頭に出てこないんですが、あ、そうですね。で、あの例えばそのドイツのための選択肢なんかっていうのは、あれはあの日本だと極右運動って話をするんですけど、あの、まあ、こういう話、今サムヤス、あのエニバヤスというふうなあの本を書いているあのデイビッド・グッドハートという人 の, あの説明からすれば、あの穏健な中道右派だっていうんですね。要するに普通に、だからその別に排外主義をしようとしてるわけではなくて、単純にそのあの対ブリュッセルで それがために移民が入ってきておかしくなっているのを戻そうとしているわけであって、別にネオナチでも何でもないんですけども、だから日本ではネオナチみたいにして言われてしまっているんですが、まあ、ですからそういったものが今ヨーロッパの中で起きてきていて、まあ、つまりは要するに EU というその理想主義が失敗をしてきてしまっていて、まあ、それに対する反発であるということも言えるということであります。で、今ちょっとこれあのちなみにそのグッドハートの話で言いますと、要はそのこういったもののその中心というのは、その賃貸住みという土地故郷とのつながり云々と書いてあるんです。要はその自分があの日本だと俗っぽい言い方だと何ですかね、あのマイルドヤンキーみたいな人と似てると思うんですけど、要するに自分の土地を愛して、あの自分の生まれ故郷を愛して、そこの人間関係とか文化とかそういうのを重視する方々がサムヤス。まあ、もちろんその進学だとか転勤で他のところに行ったりとか、進学でロンドンに行ったりとかってこともする人たちでありますけど、あの最終的にはやっぱり自分の土地に戻っていく。で、その一方でその移民あの受け入れ推進だとか、移民はいいんだとか、先ほど言ったその、嘘間違い勘違いと書いたようなことを言ってらっしゃる方々というのは、そのエニウェアズの方々で、観念論で要するに移民イコール人と考えて、まあ、推進をしてきて、その人権というふうに言うんだけども、その一方であの要は地域を大事にしようとか、地域の文化とかそういったものを大事にする方々の価値観というものは否定するという方々で、ですからこういう方々との、まあ、要はそのエニウェアズとそのサムヤズの対立というものも、あの、まあ、移民というふうな軸で起きてしまってもいるということで、もうそうなるともうこれ価値観の、まああの価値観の対立、サムヤスの場合は本当価値観というよりも普通にもう自分たちの生活を守ろうという話なんですけども、エニワスの場合はどちらかというと関連論の価値観、本当にあの、うん、言ってみれば宗教の教義みたいなのを守ろうとするためのその主になっていて、そういったこう、スパッと割れる分断というよりもちょっといびつなねじれにあるような分断が今起きてしまっている。もうここまで来ると本当にもう取り返しがつかない状況になってしまいますよね。だからあの移民というのはあの放っておくとこうなってしまうんですよということであります。で、じゃあ今後どうすべきなんだと、ちょっと散々ヨーロッパの話をしたらなんですが、あのちょっと話を申し上げる と、これもちょっとあの前回私ここに参りました時にお話をした話です。まあ、あのまずはとにかく日本人への影響ってこれ分析してくださいと、これちょっとまだやられてないのでこれ繰り返し申し上げておきます。で、実際にその、まあ、国の動きがこういう動きになっているので、なかなかその首長さんとしてですね、そういうあの移民を抱えている首長さんとして言えないっていうところはあると思うんですけども、実態としてはやっぱり課題はお持ちだと思いますから、これやっぱ国が主体的にそのヒアリング調査をやるだけじゃなく現地調査をやったりとかして、とにかく課題を明確にしていってくださいね。これをやらないと本当にもし仮にその総合対応策という先ほどあの冒頭申し上げたあの今 の, あの政府の対策でありますけども、そういったものを充実させるについてはやっぱりあのあの片手落ちのものになってしまうと思います。まあ、あとはその法務省に負担が多いですねという話は申し上げて、まあ、こういったことをあの申し上げました。要はそのこのやっぱりあの外国人との共生といいますか、日本人へ の, その影響策をあの影響をですね緩和する政策というものは、これはやっぱり内閣府に担当させるべきなんじゃないですかという話を申し上げたんですが、まあ、表現者クライテリオン等でも書いたんですけども、なかなかこれはあの伝わらなかったようでありまして、まあ、実現もされておりませんので、ぜひこれはまず第一歩として実現をしていただきたいと思って、ここでもう一回あの申し上げます。で、あのもう一つの問題が先ほどの〇〇人外の問題であります。まあ、これはあの先ほど申し上げたことで、移民は日本人であるために日本に来ているわけではありませんよということと、あとはあの固まって寄せ集まって住む傾向がありますよということで、さらにもうちょっと申し上げますので、これ実際にその移民街と言われるところに行かれると分かるんですけど、分かりやすい例で言えば、必ずそこ の, あの出身国の料理のレストランがあったりとか、食材店があったりとか、場合によっては別に日本で同じもの買えるじゃんっていうものなんだけども、自国のブランドのものがいいといって、そういう、まあ、生活雑貨なんかを売っているような店が ありまして、まあ、あの普通に単純に考えていくと、あの私もあのブラジル人スーパーとかいろいろ行ったんで、まあ、面白いっちゃ面白いんですけど、
っぱりそういうふうになってきて、その中である意味本当に その中に住んでいればあのお仕事以外は完結するようなあの、まあ、地域といいますか地区をですねあの作っていくんですね。でそれがだからやっぱりそこに行くと自分 あの故郷の料理が食べられるとか、故郷のものが買えるってことになると、どんどんその周りにこの住むようになっていって、ブラジル人の場合はもうブラジル人 あのブラジル人日系ブラジル人相手専門の、人材会社だとか、あとはその不動産会社なんかがあってですね、まあ、結構儲けてるやつ儲けてましてですね、あの そいつに連れられて私はあの群馬の大泉に行った時はなんかものすごいいい車に、当時としては珍しいあの iPhone とあの車のオーディオがあの一体化をしていて、ハンズフリーであの電話ができるという、そういうふうなもので、まあ、それくらい金儲けているとも言いましたけども、まあ、あのそんな形であの、まあ、儲けるやつを儲けていってあの、まあ、そういうところでお仕事をしてという、まあ、ある意味こうあの日本の中にありながら日本ではないようなある種ミニ国家みたいなものができてしまうというようなことで、でこれがあの、まあ、分断 あの大きなこう種になっているわけなんですけども、で当然そういうことになるとあの地固体、彫刻団体の負担は増加をします。でそれが先ほど言った毒まんじゅうで、まあ、外国人受け入れ整備環境交付金、まあ、相談窓口を作るだけですけども、でそれ以外にも地方創生交付金でやりなさいって話をするんですけども、でもこれも結局その交付が3年ですから、あそれ以降どうするんだってことは何もなくて、まあ、とにかくあの目先の金で釣ってあと受け入れろというふうな話になってしまっています。あの別に交付金の交付年限を増やせばいいという話は以上申し上げたことはありません。でそのためにはどうすればいいかというと、やっぱりですね、丸々人外をまず形成させないようにするということと、これはやっぱり彫刻団体の責任ではなくて、あくまでも受け入れ機関、そこがコスト削減のためとかあるわけですから、あのやっぱり受け入れ機関の責任を明確化をしていただいて、要は集中させない、分散させるというふうなあの責任もその受け入れ機関である企業の責任として、それをですね、関係省令の中で、おそらく多分確かこれ省令だと思います、省令の中で改正をして、措置をしていく、まあ、その受け入れ機関の責務、まあ、責務というのは義務ですね、義務規定 その具体的な中身の中に入れていくと、まあ、あの省令すぐに改正ができなかったりとかすると思いますから、まずは事務所利用でそれを周知をしていって、あのそういった意識というものを受け入れ機関の皆さんに、まあ、あの刷り込んでですね、でその上でがっちりと制度化をしていくと、まあ、これもちょっとあの表現してくれているの中で、あの令和の憲白書号というふうなのが、去年の5月だと思いますけど、その中で書いたんですけども、あのぜひちょっとこれはご検討いただいて、まあ、本当であればもうちょっと移民の受け入れというものはもう止めていただかなきゃいけないんですけども、入ってきてしまっているので、入ってきてしまっているのであれば、まずはその止めるまでの間はどんな問題があるのか、まあ、問題はやっぱり顕在化をするということが1点と、で、まあ、ちゃんと把握するというのが1点と、もう1つはあの集中をさせないようにするということ、それからその何でもかんでも法務省というのが大変ですから、あの違う役所が協力をしてそれを分担しながら、あのちゃんとあの動くような形、執行があのちゃんとできるような形で、まあ、政策をやってあの実施をしていただきたいなということであります。で、まあ、これはちょっと私が他の雑誌なんかでも言ったんですが、外国人だろうが外国人材労働者だろうが、生活困窮を日本において、日本で生活する、これを移民と呼ばれて何て呼ぶのか、いまだにちょっと外国人材と言ってますけど、これ移民でありますから、まずこれは認識をやっぱり改めてしていただきたいということと、あとあの移民受け入れの前にですね、人手不足であればやるべきことはたくさんありましたし、そういうふうな状況を作ったコーポレートガバナンス改革のものというのは、これはやっぱり、切り込んでいかないといけない、まあ、ですから移民受け入れ前にやるべきことだろうということを申し上げて、私からのお話は終了させていただきます。どうもありがとうございました。室伏先生ありがとうございました。